キングストンはアメリカ合衆国のテネシー州にある都市でローン軍の軍庁所在地ワッツバー湖に臨む人口は5264人でハリマン小都市圏の県内にあるクリンチ川とテネシー川の合流部に面する合流部はここから南西に数キロほどのワッツバーダムの造成によりダム湖に沈んだ国道75号線が東西に通り東で ノックスビルに西でナッシュビルにそれぞれ至る。また、修道58号線を北東へ行けば、オークリッチに南に行けば、チャタヌーガに達する。国道70号線と並行して、週間高速道路40号線も走る。国勢調査局によると、市の総面積は18.9平方キロで、うち17.0平方キロが陸地。 総面積の10.40%に当たる2.0平方キロが水域である。2000年の国勢調査によると、この市には5264人の2263世帯、1532家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり310.3人で、平方マイルに換算すると803.7人となる。住居数は2478件で、 1>, 1平方キロあたりに146.1件が立っている計算になる。住民のうち白人が93.75%、アフリカ系が3.55%、先住民系が0.23%、アジア系が0.49%、太平洋諸島系が0.06%、その他の人種が0.23%、根結が1.69%、 ヒスパニックが0.97%を占める。2263世帯のうち26.0%は18歳以下の子供と暮らしており、54.3%は夫婦で生活している。10.8%は未婚の女性が世帯主であり、32.3%は家族以外の住人と同居している。29.6%の世帯が単身で、 14.8%を、独居老人が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.25人、家庭の構成人数は2.77人である。住民のうち20.5%が18歳以下の未成年、8.2%が18歳、以上24歳、以下 26.、26.0%が25歳、以上44歳、以下 24.、24.8%が45歳。 以上64歳以下20.24%が65歳以上となっており、平均年齢は42歳である。女性100人に対し男性が88.8人いる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては87.0人いる。1世帯あたりの平均収入は34,071ベイドルで、家族あたりでは44,979ベイドルである。 男性の平均収入は4186ベイドル、女性の平均収入は22971ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人当たりの収入は2301ベイドルとなる。総人口の10.0%、家族の6.0%、18歳以下の子供の16.6%、及び65歳以上の老人の8.9%は、 貧困線以下の収入で生計を立てている。地は1792年に原子街の真南に築かれたサウスウェストポイントトリデにその起源を持つ。建設当時、トリデはヨーロッパ系アメリカ人の開拓地の生誕に当たった。川を挟んだ現在のロックウッド付近にはトランティースキー州長率いるチェロキー族の存落があった。 1805年には要塞を指揮していたリターンジェーン、メイグスシニア将軍が、チェロキー族のスパイに任命され、サウスウェストポイントとテリコブロックハウスの間を行き来した。キングストン市は1799年10月23日に建設されたが、ノックス軍に属し、軍からの分離運動の末に2年後にローン軍が設立された。市名は1790年代に士官として、 取り出に駐屯したロバート・キング・少佐にちなむ。1807年9月21日の1日だけ、キングストンはテネシー州の州都になった。これは、チェロキーネーションが現在のローン軍の土地を州に割上した暁には、キングストンを州都にすると、州議会が申し出たためで、この日に限り州議会は、チェロキー族との協定締結のためキングストンで開会された。しかし、 翌日には、シュートは、ノックスビルに戻った。1955年、キングストン化石燃料プラントが、テネシー川流域開発公社によって建設された。これは当時としては、世界最大の石炭火力発電所で、日量1万3000トンの石炭で1456メガワットを発電する。煙突の高さは305メートルもある。 2008年12月22日には、付近の人造庫がフライアッシューによる見学駅で汚染され、発電所が周辺地域に計10億ガロン以上もの排水を垂れ流していたことが判明した。ありがとうございます。